本日の注目銘柄はこちら、証券コード9984ソフトバンクグループ、前日比マイナス347円、マイナス 5.19%、 PBR 1.03倍、本日の出来高2173万7900株、利回り 0.69%、 時価総額10兆9166億円です。僕がこれまで紹介した中で時価総額最高額になります。現在の株価は6336円です。ソフトバンクグループ本日急落しました。中国当局が中国の配車アプリ最大手 DD グローバルに対しアメリカ市場での上場廃止を要請したという報道の影響です。これ何の関係があるのかと思いきや、あの天才実業家でもあり天才投資家でもある孫社長を率いるソフトバンクグループが出資してるんですね。そのため一時6321円まで下落しました。チャイナリスクに対する警戒感が改めて強まる状況にあります。年間チャートはこちらです。証券コード9984ソフトバンクグループは携帯電話サービスや光ファイバーによる高速インターネット接続サービスなどのサービスを提供している会社です。傘下にはヤフーをはじめ有名企業がずらり、グループ企業の数は約100社あります。株主優待は過去に携帯利用料金の割引などがあったようですが、現在は残念ながら廃止されています。権利確定日は3月と9月年2回です。参考として配当の推移はこちらです。1回の金額も大きくて安定もしてますよね。ただ株価が高いだけに利回りはそれほど高くはありません。僕はですね、あんまり金額の大きな銘柄は買わないんですけども、このね孫社長大好きなんですよ。もうね、僕ファンっていうかね、生き方がかっこいいんです。日本のスティーブ・ジョブズって感じで、しかもね、あれだけ何でもうまくいって金も地位も全て手に入れているのに、どっかの CEO のように私腹を肥やすために会社の金をクルーザーや自家用ジェットを使うなんてこともなく、不倫なんかでねスキャンダルってこともありませんよね。常にビジネスのフィールドで勝負してますよね。そんなね尊敬する孫社長のもとで、実はね僕の弟働いてるんですよ。汐留で本社勤務なんです。たまにね孫社長と会うらしいんですよ。まあすれ違うぐらいで直接話すことはね滅多にないって言ってましたけどね。俺だったらねサインとりあえずもらうけどな。まあそういうね品の悪い僕は絶対入社できない会社なんでしょうね。雑談になりましたが、本日のね株価の急落を受けて来週気になりますね。僕はこの急落全く気にしてません。というかね、これからもソフトバンク孫社長を応援したいので、むしろ結構下がったらそれはそれで買い増し予定です。月曜日の動き要チェックですね。以上カズでした。 See you。